先島ヘ蛇は、ナミヘビか青ヘビ族に分類されるヘビ。日本固有種、八重山列島。宮古島での記録もあるが、標本に基づく、確かな記録がないなどとして、5人であると考えられている。全長50から85センチメートル、東道長40から70センチメートル。背面の色はわずかに緑色がかる褐色を呈し、示、青ヘビと付く割に、色彩は青くない。 不明瞭な縦状を持つ個体もいる。琉球青蛇と比べ胴体は太く、頭部は小型分部は尖る。体うろ列数は17列、稀に19列。押し多数は47から61体、払いた数は161から164枚。メスは、オスより胴体が太く、尾が短くなり、全長も長いが、単独の個体の外見のみで雌雄を判断することは、難しい。 幼ヘビの色彩は、琉球青ヘビと同じく褐色の斑紋が見られるが、後半部に行くに従い徐々に薄れる。詳しい生態、植生は不明。低地からことに産地に生息する。中高生だが、夜間の活動も見られる。稀に夕方にも活動が見られる。植生は肉食で、ミミズを食べる。男性で、8月中旬に9個の卵を持った個体が、 確認されているが、詳細はまだわかっていない。純絶滅キング本種の生息密度が低いと考えられていること、生息地において導入されたたちによる捕食の可能性があることにより、環境省のレッドリストにおいて純絶滅器具と評価されている。また、本種の生息地域である沖縄県のレッドデータブックにおいても同様な理由により純絶滅器具と 評価されている。さらに、東山では、イタチによるトカゲ類等への捕食の影響が大きいものであるとの報告があり、本種の捕食圧も深刻なものであろうと指摘している。ありがとうございます。